うっすらと黄色がかった健全な色調だった。テイスティングするときは万全の体調で、まあ、環境もですね、まあ、暑すぎず寒すぎず、ね、ちょうどいいところで、そして、心も平穏な状態で、まずは臨んでいただいて、日本酒の知識や聞き酒を習得した案内人ポンシュルジュの養成が山口県周南市で始まりました。周南観光コンベンション協会が取り組む独自の認定制度です。飲み歩きのイベントでスタッフとして活躍します。周南市には3つの酒蔵があることもありますし、で今回地酒で乾杯上流もできましたし、まあ、日本酒でさらなる盛り上がりができたかなということで、周南オリジナルの資格ができたらさらに盛り上がるんじゃないかなと思って企画しました。周南市、市民全員がなってくれたらなと思ってます。